どうも皆様、マグさんステーションでございます。いやいや、ちゃうちゃう向こうでちゃうちゃう言うております。どうぞマグリー様、お入りくださいませ。で、うい、で、映ってへん、どうぞ言うて、今出てくるとこ全然映ってへんかったよ。どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。マグさんじゃないですからね。今日はとあるブランドのバイク用の服を上下購入してみました。そう、もう一点物ですわ。もうしばらく着続けるということで、上下でね、一応、まあ、セットアップではないんですけど、ロアーズオリジナルさんっていう、ショップさんなんですけど、バイク乗りの方へ向けたおしゃれな、服をオリジナルで作られている店舗さんの服でございます。これ今上下着てるんですけど、うん、後でじっくり、見ていただくとして、下はプロテクターをね入れることができるズボン、かつコットンで厚手で、まあいろいろね細かいとこ、膝の裏がこうねニット生地になってると膝が曲げやすかったり、太もものねここですね、ここに生地がここ二重になってるんですよね。バイクなんかこうまたがると、まあ夏なんかだとすごくエンジンが温まってくるので、長時間乗ってると太ももが裏が熱くなったりとかっていうことが、まあうちのバイクではないんですけど、まああるバイクがあるので、まあそういう対策も取られていたり、別にこうファッション動画とかではないんですけど、そもそもアウトドアのチャンネルなんで、このままキャンプも行きたい、まあその辺も考慮しておりますので、ぜひ説明聞いてみてください。スタート。じゃあこっちのカメラに移行します。移行で行こう。じゃあまずこちら、はい、ね、N2B インナー、グライトジャケットの N2B のフードがついたインナーですね。これね、しかも風が入らないようなあのチャックになっておりまして、チャックがオリジナルで、裏向けるとほらチャックの裏にこうやってちゃんとこうかぶせみたいな、ね、そうかぶせというか、なんて返しというか、なんかそういうのがちゃんとついてて風が入らなくなっております。このね、だいたいフードってスウェットとかのパーカーのフードを出すのがまあ普通なんですけど、本来ならアウターのはずのこの N2B でフライトジャケットのフードが出るということで、会いたいからやな、会いたいからね、我々世代でとこれこうここね、毛布はみたいになってる、この気持ちいい毛布は、毛布こんなんみたい、そう。で、ここが売れ。いや、皆さんこれ見て何をイメージされますか、ぜひコメント。このファンを見て何をイメージされるかぜひコメントください。私らはグレーですね。グレーですね。うん。それで、これポリエステル生地ね。この生地あるし、ポリエステルの、表面の生地に、3M っていうメーカーあるじゃないですか。の審査レートっていうのをキルティングしてるんです。待って、3M ってあのなんかテープとか両面テープとか、審査レートをキルティングしてるので、重ね着した時に滑りがいいと。何を着てもスルッと袖が入る、このままの状態でね。その審査レートっていうのも保温能力があるので、暖かいかつこう滑りがいいということで、これ1枚だと多少やっぱり風で冷えたりはするんですけど、この上に風の通さないものをなんかもう1枚着るとめちゃくちゃ暖かいよっていう、この下に極暖を着ております。いい、ね、はい、裏面がだからちょ色違いの同じ生地だと思います。リバーシブルではない、ないです。ちょっとゾロンボヨーンってこれ見て見て、後ろが後ろもあんの、いや下がってるでしょ、下がってるでしょ、下がってる下がってる、なのでこうこうなった時に多少こう出ることがない。じゃあここからは首元ちょっと見てくださいね。で、チャック、これちゃんとやっぱ風通さんようにこれがあるからちゃんと折り込んでやってくださいと。すごいね、ほらめちゃくちゃあったかいんですよ。あったかいよ、耳まで、そう、耳まで行ってます。あ、ほんとやね。で、折るとこう、おー、ジャス百貨店行きはるんですかね、これこうやって開けて、こういう風にしてもいいし、こうしてここにあの自分で根っこを回してもいいし、はい、その状態で後ろ向いてもらっていいですね。そう、で、これを開けていただくと、あ、なるほど、よくあるあれになるんです。あ、わかった、じゃあペン、なるほどな、こういうことですね。なんかこう懐かしさが出るよね。懐かしさ出るね。後ろ。はい、っていうのが上着ね。あ、これ。あ、気になる。あ、ごめんなさい。そっからずっと言ってるんだけど、これ気になるわ。オッケーオッケー。あの、すいません。先ほどこのね、新生なんとかの。新生サイズ。で、それあの TK。こう上着にスルッと入りやすいと。で、かつ暖かい言いましたけども、それプラス指を引っ掛けるので、ね、絶対に袖が逃げない。そして袖が長いんですよ。なので親指入れたとって特にこう、そうだもんね、まあこれに関しては正直アウトドアっていうところと袖長いのちょっとあれですけど、でした、はい、ズボンなんですけど、商品名とかは別に下のリンク気になる方見ていただいたらいいんですけど、これは兵働プロダクツっていうレーシングウェアを手掛ける、メーカーさん、そう、世界的にも信頼のあるプロテクターである T3O っていう、衝撃吸収素材を、使うことのできる少しおしゃれなズボンということになってます。まあ、特にポケットですね、後ろ2つポケット、うん、で普通のポケットの中にちょっとちっちゃいのが両方ついてます。ポケットに関しては以上なんですけど、問題は膝部分、はい、チャックついてますよね。で、これ開きます。で、裏も
ここもニット構造になってて、ここにプロテクターを今から入れるんですけど、こちらが問題の、いや本格的やん、ご覧ください、共同、プロダクツさんの超有名な衝撃吸収素材、ちゃんとしてる、これがなんと綺麗に入るわけですね。しかも大体こういうプロテクターって付け外しがズボンを脱いだりしないといけなかったりっていうのが結構、それ楽ちんよ、それちゃんと入って、そうすげえ入った、ほらなくていい、いいよ、で曲げた時も別にそう気にならないし、ほらほらほら、こういうのこういうの、アウトドアさ膝つくことあるやん、絶対楽だと思うんですね。そのほら見た目さ、それつけることによってさ、ゴリゴリ感が出るのか出えへんのかっていうところですか。まあそうだね、どうしてもやっぱゴリゴリ感出てまうと思うので、付け外しが簡単であるってとこがやはりいいと思うんです。ガンバのリズムを知ってる、あっぱれ、動きにくくない、動きにくくない、もう機能は十分に伝わったと思います。で実際に乗ってみたいと思います。さあこちらです、スノーピークさんのね、結構細身やからさ、そうなのよ、いきますよ、だから袖こうやってね、簡単に着ることができます。え、窮屈じゃないんや、全然窮屈じゃないです、このさ、まあ一応 L サイズではあるんですけどね、上のやつは、うん、多分 M でも入るんじゃないかなと、じゃあヘルメットお願いします、一旦上まで締めるでしょ、で我々で言うとこのグレースタイルにすれば完全防備で、寒、ほんまに寒い時はなんかこう、あ、全然いけるやん、あー、いいやん、これもバディさんからいただいた、前ちょっとお見せしましたけど、小峰の、小峰もね、なかなかバイク系では有名というか、うん、完全防備でございます。いってきます。ちなみにお値段ですが、上のこのインナーの方が38,000円と消費税、ズボンがプロテクターなしが28,000円、プロテクターありが34,000円、それぞれ税別でございます。少し高いですが、長く使うには最高かもしれません。今から走っていきたいと思います。はい、ということでね、走っております。今ね走って5分ぐらいなんですけど、あ、ここ住之江協定ですね、まあ、別に目的もなく走ってますが、寒さ、肝心の寒さなんですけど、やっぱね袖が長いだけあって、手袋の中に袖が入れられるので手はめちゃくちゃ言いにくいんですね。で上も一応、まあ、革ジャンとはいえ本格的な革ジャンじゃないからかもしれませんけど、ちょっと風が取るとやっぱりどんどん冷えてきてますね。今10分から15分ぐらいかな走り始めてなんですけど、私は冷えてきてます。これが上着を変えた方が良さそう長時間走るとなると上着変えた方が良さそう。でも街中走るぐらいだったら全然問題ないです。ちなみになんですが、気温はおそらく3度ぐらい、今日は風が強めなんでより冷えてますね。そうね、この袖がぴったり入るので、ここに、袖に関してのことですね。ただこの腰あたりが冷えてくるのと、でそれの対策だな。ズボンなんかも全然、足の方も全然大丈夫で、唯一気になるとしたら足首ですね首と腰あたりもうちょっと保温した方が走りやすそうではある。上に着てるこうスノーピークのジャンパーがちょっと弱いぐらいで、ちゃんとなんだろう、そのライダースジャケットじゃないけど本当にガチのやつか、もうそれこそもうワークマンのジャンパーとかでも大丈夫そうな感じはしましたね。ただワークマンのやつフードついてるからフードかぶりになっちゃって着づらいっていうのはありそうですね。うん、首元も全然寒くないです。首、手、足、大丈夫、食べの足首と腰、このハンターマグのこう登場スタイルとか乗ってる形がもう背筋伸びてる方なんどっちかっていうと、だから風もろに受けるじゃないですか。その辺考慮するとやっぱ上着もちょっと考えた方がいいのかなと思います。こう前傾姿勢だとまだマシだかもしれない。あ、補足ですが、ズボンの下には極暖の桃引きを履いております。さあ橋発見、これが目的でした。正直まあ今走り出して今20分ぐらいかな、正直言っていいですか、寒いです当たり前なのかもしれませんが、さっきも言ったように腰あたりから冷えてくるのと、足首から冷えてきますね。ここは足首に関してはちゃんとしたブーツ、キャンプとかでも使えそうな感じのちょっと欲張ってね、ブーツ、そして上着は大きいの着れば腰からの冷えも防げるし、足首からの冷えも防げるので、おそらくそれでねかなりいいと思います。あとはまあこのハンターマグさんにね、この下の部分に、風防みたいなのつけると足の寒さがかなりマシになりそうな気もします。
あとね、よくあるこの風防ね、前のこの風防、もうとにかく風防をたくさんつけてる、つけるといいかもしれないですね。はい、橋渡りきりました。はい、てな具合かな。もうここから入ります。今日ご紹介した、上下の服に関してはかなり有能だと、思います。かつおすすめできます。プラスアルファで掃除しないと長距離、はしんどいかなっていうのはありますね。ぜひ参考にしていただければと思います。帰りは地味。ただいま。はい、母も買い物から帰ってまいりました。お帰りなさい。まあまあ結果的にちょっとお伝えすると、やっぱりね、長距離はやっぱ寒いは寒い。ここ一年ほどではない、ではない。まあ冬やからそれは寒いわなぐらい。そ、走ってる時も言ったけど、上着がもうちょっとごっついの着て、やっぱり靴をブーツにしたら、あ、そうか、もうそれで多分大丈夫です。だから去年買ったワークマンのシャツ着たら完璧ちゃう。こっちの方、このワークマンね、うわ、これだね。いやいや、あくびこれだと腰もやっぱりこれであのね、アウトドアも多分できるし、でね、この袖が長いのはほんまにこれは良かったな。あとブーツぐらいで私多分これで大丈夫だと思います。バイクでキャンプも行きたいな。ぜひ参考になれば幸いということで、またキャンプ行きたいと思います。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。では皆さん。